ね、牛、猿、トラ、タツ、イ。これ以上は俺のつく読みでも反応しない。怪術の因はこれで全部ということか。無限に続くループ、それがイサナミ。一体いつ仕掛けたんだ？カブトが最初にお前の刀で俺を攻撃した時だ。あの時か。ループにはまったカブトは身動きが取れない。そして俺のつく読みで江戸天聖の怪術法を聞き出した今、あとは兜を操り江戸天聖を解除すれば、天聖の死人は全て消え、戦争も終わりの時が近づく。なら兄さん、あんたも。俺は木ノ葉隠れの内輩たちとしてもう一度忍び里を守ることができる。もうこの世界に未練はない。なぜだ！兄さんにあんなことをさせた木ノ葉のために、なんでまた兄さんが。兄さんが許せても俺が木ノ葉を許せない。この世に未練がないだと、俺をこんな風にさせたのは兄さんなんだぞ。お前を変えられるのはもう俺じゃない。だからせめてこの術を止めることが今の俺にできること。ナルトに託したことをないがしろにしないためにはな。つくよみ。もう何を言っても無駄なようだな。あんたといると昔を思い出す。兄を慕っていた幼い日の気持ちをな。だからこそなんだ、昔のような仲の良かった俺たち兄弟に近づけば近づくほど、あんたを理解すれば理解するほど、あんたを苦しめた木ノ葉の里への憎しみが膨れ上がってくる。前にも増してどんどんそれが強くなる。あんたが俺にどうしてほしいのかは分かってるつもりだ。あんたは俺の兄だからこそ俺を否定するだろう。でも俺もあんたの弟だからこそ、あんたが何を言おうと止まらない。ここで兄さんが里を守ろうとも、俺は必ず里を潰す。さよならだ。兄さん。まだ間に合う。サスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。
お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。ありがとう、サスケ。お前の兄として生きることができて、俺は幸せだったよ。